えっと、ユルファゼミ、グッドラハゼミのユルファゼミ、今回はその第188回です。この動画の内容は毎回一人が一冊の書籍を紹介しそれを残りのメンバーと議論し、知恵を深めるというタイプの活動です。この動画は音声ですが、SNS に入ると参加者のマスクをした画像を見られます。この動画の下にある URL をクリックして、ぜひ SNS に参加してみてくださいと。えー、SNS に日記を書くと、僕を含めいろんな人がコメントしてくれたり、いヤしてくれたり、シッター激励してくれたりしますと。 はい、まあ、これ、最近、あの今日は上照さんで僕の2人きりなんですけど、最近、参加者が減ってきたということもあって、あの新しい人を募集して、来ない人はやめてもらうっていうふうにしようかなと思い始めてますと。なので皆さん、もしよかったら、の YouTube の概要欄に、えっと、あれ、上照さんがいなくなってる、まあいいや、YouTube の概要欄にあの書いて、えー、私も参加したいですっていうのを書いてください。 場合によっては1人か2人ぐらいはオンラインでいいかもしれない。うん、はい。あれ、今落ちてましたね。今、怒ってないにさ、すみません、はい。はい。じゃあ、あ発表者の神連れさん、はい、今日は僕と2人きりですけれども。<れ>はいビデオが入ってなかった。発表者の神連れです。はい。では、お願いします。共有するか。はい、レ、レジュメ。はい。レジュメ。えーっと、レジュメ。えー、っと、これで。 あれ、えー、レジュメを出している間にな、ね、んこうどんな、はい、どんな感じなのかっていうのをちょっと教えてもらえますか、はい。今日はですね、佐藤まいのな謎解き統計学という、えー、と YouTube から、はい、あの発表したいと思ってます。ついに YouTube 来ましたか。はいはい。で佐藤舞っていうのが、はい、あの女性の方なんですけど、女の人の名前で、はい、本名は佐藤まって言います。 それ本名なんですねはははい、はい、はいすごい長い,、ね、すごい待って、うん、はあ、い、す。ごい、はい長どうぞでそれで佐藤衣さんについてま,まず説明しますと、はいえっとデジタルクリエイトの代表、佐藤衣のプロフィールとこれまでの実績、そして今後のビジョンをご紹介しましそのままちょっとコピーしてきました。あのそのホームページからね、うん。ホームページから、はい。はいで イメージとして目指すビジョンは一人現れた。すいません。いや大丈夫です。安藤さんだ。今日はあの今日は来ます。来ます。あの久々の上田さんと二人きりになるところでした。事務所これが私の事務所です。ああでかっ、うん。すごい広いです、ね。広いしなんか重厚ですね。誰もいないです。重厚なドアですね。 はい。では、お願いします。はいはい、あ、じゃあ、丸さんね、えー、はい、どうぞ。あ<ー>、丸さん。なんでこれ選んだんですか、じゃあ。あ、この本はですね、以前に、この,あの YouTube を選んだのは、以前に何をこう、毎回あの、何発表しようか悩むんですけど、はい、その時に YouTube でもいいって言ってたんですね。はい、何でもいいと。ね、はい。 最近私がハマってる、ちょっとした隙間時間に見れて、ちょっと賢くなったような気がするあの統計学っていうのが面白かったので、これ、あ<ー>あの履かせたちにはどうなのかなと思って、それで発表しますやっぱ隙間時間にちょっと賢くなるっていうのは、やっぱりこう多くの人が見る一つの秘訣ですよねそうですよね。 ちなみにこれは何点ですかえ、これですか結構好きなんで80点ぐらい。80点ぐらいね。わかりました。はい、これで低い点数をつけられるとすごい悲しいんだよね。あそうですよね。はい、紹介してるのに。では、どうぞ。はいはい、あまずさんの紹介はいいですかさっき。たぶしましたね。名前だけなんで。名前です。はい、えっ、ー、と、目指すビジョンとしては、今の社会にはサイエンスが足りません。組織経営個人 ビジネスにアカデミックな抽象概念を組み込み、ビジネスをより公実に昇華させるべくサービスを提供しています,っていうことす。サイエンスって、統計学ってサイエンスなんですか数学,数学はサイエンスじゃないんですよ、<数>実は。あれ数学サイエンスじゃないんですかはい。だから、この人は勘違いしてるんじゃないかな。でも、この人はあの、理系出身じゃないんですよ。文系出身だから、はい、しょうがなないかもしれない。 お前が佐藤舞で学歴が国立福島大学経済、はい、経営学類卒、はい、経,経済学部ねはいでインスタとかツイッターとかノートとか、えー、YouTube とかいろいろやってますということが書いてありますなんかその西洋だと経済学部ってめちゃくちゃなんていうのかな優秀なんですよねでも日本ってなんかなんていうかそのいまいち感はあるんですよね まあ今は知らなないけど昔はねそうなんですね、はい、でも海外だともう経済学って言ったらもうすごいと、うん、まあヨーロッパとかアメリカとかカナダとかね、はい、プロフィールとしては、数学アレルギーから学生時代より文系の道に進むが、国立福島大学経済経営学類に入学後、統計学と出会い、数学アレルギーを克服する。 在学中、株式会社野村総研研究所主催のマーケティング分析コンテストを入賞。卒業後、一般企業に就職するが、26歳で独立、データ分析統計解析事、えー、業を始める。企業向けにデータを正しく活用するマーケティングリサーチや、あいさ拶します。 Okay、じゃあお願いします、はい、需要予測調査を行うことで、見込み客の離脱,離脱率を改善し、年間1200万円の機害損失を解消したり、ダイレクトメールの送り方を変えて、年間600万円の経費削減に貢献したり、外さない食品あ商品、 開発手法を大体系化したりするなどの実績がある。これはありがたい。ありがたいですよね。なんかその何儲けるよりも出ていくお金を減らすとか、<ー>なんかちょっと工夫するだけですごい。お金があのなんて節約できたりしますもんね。こういうのってすごいですよね。うん、はい。うん、データの活用を通して意思決定。コスト削減し、組織力を上げることを得意とする。また同様のテーマでの。 企業研究も行っている,行っている総務省からの依頼でもセミナーを開催し参加者の満足度の高さから依頼のリピート率が100%になっている2021年3月現在学生や社会人向けにはデータ分析をリアル,リアルなど解きとして楽しみながら学ぶことで仕事の成果が上がる実践的なトレーニングを行っている。 うん、これでも自分が書いたんだもんな多分な <laughs> まあでもはい終わりました新年もありますどうぞはい新年世界共通の言語は英語でなく数学だ統計学は人生哲学であり有限な時間を賢く生きるための知恵著書著書あるんですよねここタイトル書いてないんですけど、はい はいはい、ちょっと抜けてしまいまいすあここでこが初めての統計学、これですね、タイトル。初めての統計学、レジ行列が早く進むのはどっち確かな現実を正しく判断する。うん、あれとか言っちゃった。まあいいやはい、はい、ごめんなさい。はい、初めての統計学、どこ行ったこれね。なんかこれ、あの小学校の、えっと、テストの題,題材にも使われたそうです。 先行き不透明な時代だからこそ、前に進むためには、ラッシュ版が必要です。はい、とりわけビジネスシーンでのそれは確率統計論となります。うん、本書は、じゃんけんやパチンコ、宝くじ、香水確率など、日常生活にあふれる数学の確率統計の事例を平易に,に語ることで、うん、確率統計を知るためのきっかけとなる書であり、社会の動きや構造を知る書です。うん うん、とりあえず、ね、ここまでが自己紹介です、ね、まあでも僕も統計学をやってたことがあるんですけれども、はい、あの統計学を知るともう一つ分かるのがそんなに万能じゃないっていうかあそうなんですか、うん、あいや生物学をやってると統計学をや,やらざるを得ないんですけれども、うん、というのは物理学とかみたいにすごく、うん、なんていうかなどこでやっても必ず同じ結果が出るみたいなものじゃないんでね。うん あのネズミって遺伝子のネズミを使ってるとしたら、うん、どこのネズミを使ってるかっていうので遺伝的な背景って<は> DNA の配列が違うんで、うん、同じ結果が出なかったりするんですよ遺伝子がちょっとずつう違ったりして、まあ、個性っていうかね、うんうん、<laughs> でそれだと同じなかなかその結果が出ないあ同じ結果が出ないんでまあ600匹いたら400匹がそういうことになったみたいなことは統計学的に処理するしかないんで統計を使うんですけれども、うん、でもな,なんだろうな 結局何も見つからないとか何も違いがないとか統計的に優位じゃないっていうことばっかりが出てきて、えー、なかなかそんなにあのまあここに上の方に、えー、何里前だっけ里前さんは結果、はいはい、を出したとか言ってるけど、うん、なかなか出ない方が多いんじゃないかなとまあ,あの優秀じゃない、うん、あんまりその最新の IT とかを知らない会社だと一個、うん、あの新しくて使えるアプリとかを入れるだけで ソフトとか入れるだけですごくなんていうかな、うん、サーバーを変えるだけでもうすごくお金を節約できたりするんだけれども、だからそういう企業はすごい助かると思うんですけど、大体、うん、いい知ってるところ、そういうのを知ってるところだと、この,この方が入ったとしても、なかなか変わらないんじゃないかなと、うん、あの統計の限界というか、博士のところでは入っても、里前さんが入ってもあんまり改善できるところはないかもしれない。う、まあ、うちはもう小さいんで 統計的ななな処理がほぼで、うん、できないですよねあそうアマゾンとかになるとめちゃくちゃたくさんの人がお買い物するんで、統計処理がすごく役立つけれど、電話相談の人がこれぐらいいたからこうしましょうとか言われても、それってサンプルが少ないですよね、うん、みたいに、まあ、自分で言ってて悲しくなるんですけど、うん、そういうことですよ。なるほど、はい、と,ところで、皆さんは統計学って分かりますか私はちょっと分からなかったんであの、意味を調べてきたんですけど、読まなくても大丈夫ですか 丸さんどうですか。ちょっとさらっと知りたいです。さらっと読みますじゃ。これはどっから持ってきたデータですか。あのじょあの文章ですかこれはねあのなんだっけウィキです。ウィキペディアからですか。ウィキペディアからね。はい。じゃお願いします。統計学とは統計学はえっ、ー、とデータ特徴を把握比較予測するための学問です。 データとはばらつきのある複数の数値、符号の集まりを意味します。そのままの状態でデータを眺めているだけでは何の特徴も把握できません。統計学の記述統計学では、平均の算出、表やグラフの作成などによってデータの特徴を見いだします。また、抽出した標本の特徴からさらに元となる母集団の特徴を推測可能です。 これにより実際には取得が困難なデータの特徴を推測することができます。推測統計学ではこの推測の方法が体系化されています。入門的な統計学で学ぶ内容としてはデータとは何か、データの扱い方、代表値、データの基本処理、データのばらつきと傾向の表し方、分布、分散、標準、偏差、確率、データ、性質の 調査、えー、推定検定、データの関係性把握、相関分析、回帰分析などがあります。まあ入り口だけ <laughs> こんな感じなんですけど。これで上条さんわかりました？わかんないですけど、なんかあのーね、いやあらあらゆることをあれですよね。あのアンケート取ったりとかした結果をデータ分析するのが回<や>あの統計画です、ね、このブーティキに全く書いてない説明書じゃない。 <laughs> すい,ませんいやなんかそんな風に理解したんですけど。いやだからもういいね身長とかテストの点数とか、うん、そういうデータがあるわけですよね。あのええ、<laughs> でそれをみんなたくさん聞いたところで、えー、っと何のこっちゃわからないと。うん、なんでデータをー把握しやすいようにグラフにしたり。 例えば平均が50点って100人ぐらいテストを受けて平均が50点なのか平均が70点なのかでどんどん全然違うじゃないですか。すね、70点だったらこのテストた簡単だったのかなとか、まあ、みんなができたのかなと思うわけですよね。うん、あるいはその平均が点50点だとしても、えー、100点たくさん0点たくさんなのかみんなが50点に偏った、うん、集中してるのかで。 なんか違いますよねできる人とできない人がいたんだみたいなそう,、ねうん、そういうのをなんか把握しやすいようにしてくれるのが、まあ、統計学と。でさらに言えば 1>, まあ1億2000万人ぐらい人口がいたら、うん、えっとそうねあの各都道府県から、えー、そうですね、まあ、3つとか5個ぐらいの中学生をガーッて引っ張り出してきてそのテストの全体の平均点が50点だったっていうと。 多分、日本も平気もそれぐらいなんじゃないかっていうのが推測統計ってやつですかね。はいはい、ありがとうございます,す。はい、はい、そうです。だから分散とかそういうのはどれぐらい？はい、その100点と0点とかどどれぐらいこう？えっ、ー、と散らばってるのかとかね。あるいはその乾き文節とか。そういうのはあのうんと雨が降った時に傘を持っていく人が多い。まあ、これ分かりやすいんだけど。 雨が降っていくと傘を持っていく人が多いとかだったら分かりやすいんだけど、まあ、た例えばコンビニとかで雨が降った時になぜか、えー、とミントチョコが売れる気がするみたいな。うん、でそれが、えー、とその全然関係ないとして雨が降った時そ,、まあ、そういうデータを集めていくと雨が降った時と雨が降ってない時とミントチョコを買った時と買ってない時っていうのをうんがどれぐらい相関してどれぐらい関係してるのかっていうのを。 えっと、調べるのも統計学はやると、はいで。それがデータが出ると、じゃあ雨が降っている時はときはミントチョコをいっぱい仕入れましょうみたいなるわけですよね。はいはい、まあ、みたいなことを統計学はやって,やってるってことですかね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、とりあえず、みんなこれで理解したということで、はい、あの内容の方に行ってみたいと思います。はい、お願いいしますえとはいえーと タイトルだけ書いてきたんですけど、ひろゆき、文系が学ぶべき学問は統計学が最強である理由。これですね。うん、えっと、ひろゆきさんはご存知ですよね。あの、な,なんか最近あのやったら露出が多いですけど。はい、論破王とかつて言われてた人ね。そ,うそ,うそ,うそれあなたの感想ですよね。何かデータあるんですかって、はい、なんかあのキメリフがありますでしょ。中高生人気これがあの。はい これが統計学を押す、押している理由で、なんか、ひろゆき統計学でググると、うん、いっぱいあの YouTube のくり抜きが出てくるそうなんですね。うん、でも、ひろゆきさん自体は、やっぱり文系出身だったそ,のそうです。それで心理学を専攻してたんですけど、はい、でも、なんか、心理学の本を読むと、うん、えとなんか、あの、 心理学学者っぽい人の哲学が書いてあったり、うん、なんか日記のようなものが書いてあったりして、うん、なんかあんまり、そうん、あの、ななんんですかね、内容がなんかあんまりよくないということで。うん、で、えっ、ー、と。内容,内容がよくないどうぞ。内容がよくないなんかすみません。うん、いいんですよ。いいんすうん。それで、えっ、ー、と、まあ、あの、なぜかっていうと、心理学の理論は、 仮説にすぎないからっていうのは里前さんが言ってました。うんうん、で、何を信じるのかっていうの明確な答えがないときに、判断基準を示してくれないそうです。うん、それで、えっ、ー、と、挫折する人が、文心理学でも統計学を使いますけどね。ああ心,心理統計学みたいなのあるみたいですね。 いや心理学でも多分ああの、うん、まあ、心理学も3つぐらいあってあの一つは実験をするんですよね、うん、実験をするってことはそこにはあの統計学を使わざるを得ないというか<ー>生物学や心理学はあとアンケート調査をしたとしてもそこには統計を使わざるを使うしかないとあ,<ー>あと一人一人フィールズワークでそのか患者さんにいろいろ聞いて答えるっていうのもあるんですけど、まあ、その、はい 患者さんにいろいろ聞いて答える答えてそれをこう、うん、防災に分析するとか記述すること以外は統計学が関係してますけどね、うん、あ,あそうなんですね、うん、でこのこのえっ、ー、と里前さんの番組ではなんか心理学対統計学みたいな感じになってって、うん、であの心理学のまあ実験があるありますあのマシュマロテストってよくご存知です,けどますね。マシュマロテストはい、はい、実はあれはあの あの親あの何だっけ忍耐力のある子供は成功しやすいというテストなんですけどもはいえっとあれは親のえっ、ー、と実際どういうテストマシュマロテストっていうのあマシュマロあしらマシュマロを子供にあの部屋に呼んでですねマシュマロを一個与えて、うん、でもう一個は、うん、あのいつ食べてもいいけどえっとまた来るまで我慢できたらもう一個あげるよって言うんですよねうんうん。 それで、その、実験する人はいなくなっちゃうんですけど。一回、その部屋から外に出るんですよ、ね、で部屋から外に出てちゃうんですけど。はい、で、あの忍耐力がない子は、次にいつ来るか分かんないので、まあ、マシュマロを食べちゃうっていう話です。うん、はい。それがマシュマロですと。はい。だけど、これは、なんか親の経済レベルを考慮してなくて、うん、親がもし、あれですよね、あの、普段からマシュマロをたくさん与えてて、 あの食べるのそんなにあのいつでも食べれると思っている子供とあとおやつをあんまり与えないであのこれがっちゃ最後のチャンスかもしれないと思っている子供だと違ってきますよねうん、うん、なのでこれはあのそのレベルを考慮してないからあのダメなんだそうですでも分かんないのがその僕は里前さんの YouTube を見てないし あとそのマシュマロテストの追実験とかを知らないんですけれども、うん、多分心理学ってまあ一応、うんまあ、科学者たちは心理学を科学に入れたくないと思うけどまあ一応科学的な手法をすごく意識してると思うんですよね。うんうん、でそう考えると,、うん、とかつてはマシュマロテストで経済力を考慮してないとか言われたとしても追、はい、実験とかで。 じゃあ、えー、と経済力はどうなのかとかマシュマロじゃなくてチョコにしたらどうなのかとかいろいろやってると思うんですよね。うん、うん。里前さんそれらはしどうどうちゃんと把握してるのかなあとそのマシュマロ実験で経済力をマシュマロ実験の上の経済力がどうだっていうのは何を根拠に言ってんだろうか、うん、そこはあんまり詳しく言ってなかったですね。そうですねこれ1文ぐらいで承知取りされてた。まあね YouTube ですからね<と>はい。うんうん あと、ほかにもグリッドっていう本ありますよね、ここでも紹介した。あれは、やり抜く力は、うん、あの素晴らしいから、やり遂げましょうみたいな本だと思うんですけど、うん、えと実はね、夢は、ね、諦めてしまった方がうまくいくこともあるっていうことを言ってます。それは何そ,その夢を諦めた方がいいこともありますって、里前さんが言ってるじゃないですか。 はい、それは統計学的な根拠はあるんですかそうそうです。それは統計学的な根拠はあるけど、あまり詳しく数字とかは言ってませんでしたいや、それ言ってほしいな、それ。あ、そうです。あともう一つあるんですけど、はいはい、えっと、ジャムの実験です。えっ、ー、と、ジャムが少ししかない場合のお店と、はい、た,たくさんの種類があるジャムのお店と、<laughs> はいはい、シナエンいう人が実験してまし、ね、ど,どっちが、あはい、どっちが売れたかっていうのは、 なんかに最初はその人間、選択肢が多すぎると選べないから、実はあの少ない方がいいんだっていう結果だったんですけど、うん、今も釣り実験ですかあのしたら、今はそれど,ど,ちらどちらでもあの売れることがあるから、どっちとも言えないっていうふうに言ってました。でも、そのどっちとも言えないっていうのって、えー、と論その科学論文としてはいまいちだと思,思うんですよね。あー 例えばあ何でしょうねえっ、ー、と最初に選択肢を3つに分けた時の方があ分ければすごくたくさんの種類があったとしても選べるとか何かあるいは店の雰囲気によって変わるとか、うん、どっちとも言えないっていうのは何だろうなそれこそどういう実験でやっ言ってるんでしょうかっていう。うん このの実験についいててあんまり詳しく触れてないのでだから、そのい佐藤前さんは、統計学が最強であるとか言いながらも、うん、自分自身の統計学的な、うん、えと根拠を示してないってことですかね。そうですかね、でもここで,、うん、ここで言いたいのは、なんか、既存の実験があの正しくないこともあるよっていうことを言いたかったんだと思うんですね正しくないこともあるよって言ってるけど、その根拠は示してないと。 ほかのほかのはあの示しているのもあるんで、次に言って大丈夫ですか。かうん、はい、大丈夫です。<laughs> はい。それで、えっ、ー、と、じゃあ、じゃあですね、これ、これはですね、えっ、ー、と、まあ、あの、まあ、ちゃんと統計学を学べばよかったとなる理由と、はいえっと、 えと統計学をな学ぶと、どんな力が身につくのかということと、はい、文系こそ統計学を学ぶべき理由と,、はい、えと、統計学を学ぶ際の注意点について話していんですけど、はい、それが知りたい。<laughs> えっとですね、じゃあ、ではですね、じゃあ、あの成功する人っていうのは、どんな人だと思いますか、うん、あど,どんな人が成功した人でしょうか じゃ誰に聞いてますか。あ、皆さんじゃあ。じゃあマルさんお願いします。<あ>首をかしげてます。どういうかしげてます。まあまあやめとくましょうか。わかんないです、ね。いやじゃあ僕聞きたいのが <laughs>、はい、成功の定義ってなの。成功って何を何が成功なんですか。うんかね、それがあの。 里前さんは、えー、といろいろまあ説はあると思うけど自分は結果を出し続ける人が成功する人だと思うっていうふうに言ってるんですね結果ってなんでしょう仕事の結果とかかですかじゃあ仕事の結果を出しそうなんだろう例えばラーメン屋さんでラーメンを20杯必ず売るとその結果を出し続けて、うん、ラーメン屋が潰れたとしてもそれは問題ないってこと、うんうん <laughs> あるいは<や> 100, 100, 100杯ずつ売り続けて、うん、まあ体を壊したとしてもそれは、成功、うん、あそれはあのビジネス的な意味では成功してますけど、あの健康的な意味ではも結果を出すことね。じゃあ、上司が間違った指令をして、うん、部下が上司の言われた通りに結果を出し続けたとしても、それは成功ってことね。 そうですねわかりました結果を出し続ける、だよえー、っとそうか結果を出,す出し続ける。まあ、自分がじゃあ目標設定低くすればいいとてことはありますかそうなってしまいますね。そうすると,そうえとその結果を出し続けるためにはどうしたらいいかっていうのが話になっていくんですけど結果を出す人は言語化力が強いらしいんですね。 なんでわかるんですかそれ。まあまああとで聞きましょう。全部聞きましょう。<ー>はい、ごめんなさい。えっ、ー、とえっ、ー、と仮説設定力一仮説設定力二仮説検証力三逆三思考力四論理的思考力六五批判的思考六質問力っていうものをあの、うん、頭に入れて、うん、自分でこう仮説を立ててあの物を実行していくことができる人が、うん、あの 人,人生でで成功できると根拠は根拠は根拠は言ってないです。うん、だってそ、その力を全部持っててもやる気がないっていう人も今いるじゃないですか。ああ、そうですね。やる気が、うん、やる気がないところもありますね。まあ、とりあえずじゃあ、やる気はあることにして。あることあることする。<laughs> うん、じゃあ、その、やる気があって、仮説け検討力がいろいろあったとしても、うーんと、はい その時代に流行らないあの分野のあれもしかして今なんか顔が羽織ってますねああ2つで入ってるからねなんか <laughs> あれ今あのメロンさんがマルさんに変わったああひと1人増えたのか、まあ、それさておき、うん、はい僕そのすごい成功ってことにはこだわりがあってはいそういう本も一回出したことあるんですけどはい 成功仮説、そのアホは神の望みってまず本があるんですよね。アホは神の望みっていう本がある、うんすそれはつくばのある研究所の研究者、すごい有名な大成功した生物学の研究者の人が出した本なんですけれども、大成功っていうのは科学的にインパクトのある論文を出しても、はい、えと誰もが知ってる有名人みたいな人がいるんですけど、その人が、はい、アホは神の望みっていう本を出したんですよね。で、アホってなどういう意味かというと、 あの科学者の中には頭ががいい人がすごいいっぱいいい人すごっぱるらしいんですよね、はい、科学者の中で頭がいいっていうのは今ツレさんがおっしゃったような仮説を作ってそれを検討してあのこれはうまくいかないんじゃないかやってもなんじゃないかだったらこっちをやった方がいいんじゃないかっていうのはでも分かってる人なんですよ。<laughs> でも科学ってあのそういうのが分かってる人って成功しないらしいんですよね結果が出せない。なぜかっていうとあの誰もが発見しないものを発見しなくちゃいけなかったりするからなんですよ。 でアホっていうのはみんながやめとけとそれ無駄だとそんなことしても発見にはつながらないよっていうのをやり続けてる人だっていうんですよねでそういう人が成功するっていうんですよねで、うん、iPS 細胞を見つけたあの山中教授もあのこれもよく言ってるけど僕がやってる研究っていうのは暗闇の中でバットを振り続けてるようなもんだとつまりそのボールが来てるかどうかそれはからないようにバットを振り続けて当たってあのノーベル賞を取ったんだと。 あとはずっと前にノーベル賞を取った、何と、うんえー、かな、なんとかこうこう、えーと、まあまあ、そその工学部出身の人がいて、その人は、うん、えと失敗し,しまくってたんだけど、その失敗したものをたまたま、うん、普通なら捨てるんだけど、もったいないと思って、もう一回使ったらしいんですよね、失敗したものを、うん、失敗したと生成物をね。それって頭がいい人だったらしないっていうんですよね。うん、それと矛盾してません うん、つまりアホのは成功すするるんじゃなないかなっていう気もするあの経営者とかでも僕成功する人って僕はあの結果を出す人ってなんとシンプルで迷いがなくてなんか素直にやっちゃうっていうか疑いなくね。でそれで,それでたまたまその業界がえっとうまくいってる業界だと成功するんじゃないかなっていう。 それでも、あのその実験やろうと思ったときには、やっぱり仮説を立ててやってると思うので。いや、違う、違う。あの違うんですかその2人、まじゃあ、アホは神のぞみを書いた人を言うには、頭がいい人は仮説を立てた時点で、そんなの無駄だからやめろって言うって言ってます。なぜかというと、仮説を立ててうまくいくかというと、時間の労力の割にうまくいかない確率が高いんで、それはやるべきじゃないって言うんですよ。 それねまあ、だから頭のいい人は成功しないって言ってるんですね。うん。特別、頭のいい人じゃないですか、今、なんか、の文章とかの話って。っていうことは、仮説検討とかいろんなことができすぎたらそれもよくないってことなの、うん、そうは言ってないですね。でも、なんか、あのなんだろうこの言、ちゃんと言語化して、それを、あの、 実行できる人みたいな感じで言ってたな。うん。じゃあここで辺でマルさんだから意見をもらいますか。いや博士のおっしゃってるお話って、うん、リスクもだいぶ高いような気がするんですよね。うんうん。はい。そうですね。だから大当たりか百回に一回大当たりか。うん。まああんまりこう。 間違いがなくそこそこの小当たりみたいな、うん、目指すところが違うのかなというふうには感じました確かにあのー、なんだっけ、うん、マルコム・グラッドウェルっていう人が書いている「天才」っていう本があってでその本で、ねうんね、現代はアウトライヤーとか言ってその「はずれ値」っていう意味なんですよね、うん、<laughs> じゃもう超大成功みたいな、うん、あのビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズとかね、うん、超大成功じゃないですか あの辺は多分丸さんがさっきおっしゃっていたような外れ値なんですよね。超大成功です。うん、アフォア神の望みで結果を出した人も超外れ値なんですよね。超外れ値ってもうリスクがすごい高いんでみんなやらないんですよね。うん、でもたまたまいろんなことが運良くいった人とかは成功すると。でもこの佐藤、佐藤えりさんだっけ佐藤,佐藤舞さん。佐藤えリ,リ子えりまそれは <laughs>、あの、イエローキャブの <laughs>、あの、はい、はい、佐藤舞さんね。佐藤舞さんの、はい いう成功っていうのはまあそういう言語ができる能力が高い人から見たらおバカさんが行き当たりばったりで成功しないんだけれどもそうじゃなくてちゃんとその科学的な手法というかね統計学的な手法を持っていれば失敗せずに結果出せますよぐらいの成功ってことね。そでとあとあの、はい、統計学を知っていないとあの自分の意見をあの通しづらくなってしまう。 あのプレゼンとか例えばあった時に数,数学的なす数字をもとに語れないとそれがどんなにいいものでも文系的にあ文系っぽいプレゼンしたんでは伝わらないっていうふうに言ってました。あそれで言うとその僕の知り合いにそのなんていうかコンサルの人がいっぱいいるんですけど、うん、まあ彼らは統計学を別に知らないんだけれども統計知ってるふりをして。 より東京知らない人を騙すみたいなことをよくやってますよね。うん、<laughs> そうなんですか。いや、ま毎回言ってるチャンピオンデータ。うん、うん、できますよ。あの、うん、チャンピオンデータってよく言うじゃないですか。その。ええ、言いますね。ね。ここで、こういう成功した会社がありますみたいのを。うん、あったかも、あなたが今からそれをやったら、そ、その会社ぐらいにいけるというように表現して。騙されて、その通りにするけど。うん、案の定。えっと。 唯一数少ない成功した例を出してるだけなんで成功しないみたいなもうそんなばっかりですよねコンサルってはいわかりますでもその人たちも東京知らないんです別にねえうんでもまあ里前さんはちゃんと分かった上で企業に提案してるって本当かないますけはい多分本当でしょうねやうくんはちょっとんていうか名誉毀損みたいになっちゃいそうだったんで絶対知ってます里前さんはね <laughs> それであ皆さんがちょっとここら辺であの統計学に興味を持っていただいたとは思って、えーと、じゃあ、われわれが統計学を勉強しようかなと思ったら、どんな方法があるかというのがあるんですけどあす、ねあ、まず一番ちょっとハードル高いんですけど、大学に行って勉強するっていうのがあります、ね、それはこの辺のどこかに書いてあるんですか、レジュメのどこかに。あ私 これ全部書くの大変だったんで、手元の紙、はい、紙にあります。まはい、はい、お願いします。はい。それから、書籍で学ぶっていう方法があります。うんうん、それから、YouTube で学ぶ。もう、里村さん以外にも統計学とかいろいろやってるとこがあるそうなんで。うんうん、それから、セミナーで学ぶ。これは公のものでも、民間のものでもあるそうなんですけど、うん、えっと、うん、まずですね、 あのど,どこで学ぶかって決める前に自分のステージをいや目的に合わせてあの学ぶところを決めてくださいって言ってますね、はいでまあ。もちろん大学で学ぶのはいいんですけどその入学金もかかるし時間もかかるしあの学力もいるのであと書籍で学ぶっていうのもいいんですけど教科書は結構体系的に書いてあるので。 すごくまだマダル腰だそうです。最初に読むと、うん、さっきのちょっと文章もそうなんですけど、ちょっと、うん、ちょっとちょっと挫折しそうになりました。ね、待って、ウィキペディアのこの文章で挫折しそうになったんだ。これはあの東京、はい、勉強じゃないですよ。これ <laughs> 勉強じゃない。わかります。すわけわかんない言葉がいっぱい載ってますもん、ね。わかりますわかります。それなのでやとまえさんは自分の YouTube を見るのをお勧めしています。<laughs> ああ<の>でももそれもわかりますよけ結果からあ入っていくので難しい数字とかは後からついてくるのでいうことです、ねはい。それは分かるし、うん、そ,それはいいと思いますね。あと、はい、あの統計学の本も漫画もありますからね漫画で分かる統計学とかそう統計学ってみんな,なんかやりたがるのですごい分かりやすいのがいっぱい出てますね。なんです人気人気というかやらざるを得ない人たちが増える。<ー>なんかし会社ととか入っちゃうと やらざるを得なくなったりする。あの調,調査とかしなくちゃいけないとか。えー、あと、アプリとか。でも今は統計を知らなくても統計のアプリとかいっぱい出てるんですよ。まあ、高いけどね。なんか10人何十万もするけど、かかで,ね、でも企業だったらそれ買ってくれるからできるんだけど。えー、でもそこで言ってる。回帰分析とかなんか下位2検定とかいろんなことが細かくいろんなことが出てくるんだけど、えー、それがわからないんで、とりあえず漫画とかで勉強しようっていう人はいるいて、えー、それは賛成ですね。僕も。 はい。と、はい。いうことでですね。これは一応導入部分なので、こんな感じで、<ー>えっと、<入>やっていきたいと思います。素晴らしいさあ。さあ、次から、次からね、あの、あれですよ。あの、ゆるふわで、あの、議論。で、怒られそうな部分、題材を持ってきましたから。本当かな。逆に不安なんだよな。<laughs> 次、行きましょうか。お願いします。はい。 次、深田えみさんとの炎上男性はデートの時おごるべきか。これ私がこの間あの博士に聞いたんですけど。はい。覚えていらっしゃいますか。なんとなく覚えてます。あの <laughs> などういう議論したかは覚えてないですけど。あ、はい。はい、じゃあまた議論しましょう。はい。あのあ、ね、これはあのどういう話かっていうと、あのだか、うん、深田えみさんがあの女の子はおしゃれとかね、いろいろお金かかってるんだから。深田えみさんって誰ですか。 ただえみさんっていうのはアダルト女優。AV の女優ね。セクシー女優ですね。セクシー女優。セ、はい、クシー女優さんで、インフルエンサーでもあって、ツイッターでよく、うん、あの投稿して、すごくあのリプライを稼いでる人ですね。インプレッションというか。で、ー生徒の時は、うん、女の子は、ね、髪とか美容院とかお洋服とかお化粧とかお金かかってるんだから、 ご飯ぐらい怒りなさい、怒るべきよみたいな、怒ってあげなさいみたいな感じで投稿したんですよ。そしたらそれが炎上しちゃって、じゃあそれやっ深田恵美さんがそうやって投稿したんですね。そうですね。それですぐ削除したんですよ、あんまり炎上しちゃったから。はいはいはい。なるほど面白い。今はないんですけど、それも怒る怒らない論争って、いつもなんか勃発するんですよ、ツイッターで。確かにね。僕も そう永遠の課題なんですけど、でそこに里前さんが、うんあの、じゃあどうしたらいいかっていうことを言ってるんですけど、里前さんの意見としては、はいえと、女の子がモテる人だった場合、あのうん、彼女は誰からにもおごられてる場と仮説を立てると、自分がおごらないと平均より下がってしまうるるべきだって言ってて言んですよああそら、男性の立場で言った時に男性の立場に、女性がモテてるとすると。はい はい、はい、だからみんな怒ってるんでそ,<う>その自分僕は男性なんで自分も怒らないとその女性からみ、はい、振り向いてもらえないっていうことねそうそう,そうはいはいで里萌さんが男だったとしたらあなんか電話かかってきた<お>営業だはいじゃあいいですできるですか <laughs> はいあの迷惑メールです里萌さんこれははいどうぞ おごるとかおごらないとか、めんどくさいからおごるって言ってましたね。考える。全然統計入ってねえじゃん。そうそうそう。それが入ってない。ない最初のは、は最初のはこの何、30分の前段があっての、それ <laughs> 統計入ってないんだそう。いや、でもその前のは一応、その、そ,う <laughs> その、他と競争するからっていうことで。膨大な前振りね。なるほど。<laughs> あの、<coughs> 待待てて待て待てめんどくさいからおごるべき、どういうこといや、ああ里前さんが男だったら、めんどくさいからおごっちゃうよっていうことを言ってたんですけど。でも、金がもったいないでにうーん、どうなんですかね。かうん、例えば、1万円ぐらいおごったとしたら、<も>その1万円って人によっては、1日働いて稼ぐお金ですよ、うんあ。そうですね、1万円はちょっと高いですね。だから、それであの、相手の出方を見るって言ってました。どういうこと 全然統計じゃないけど聞きましょう。相手の手方を話。もう速攻でひろゆきはそれは自分の感想ですよね言いそうなんだけど。<laughs> えっとね、あのー、はい、えっと、付き合っている人たち4,500組に聞きました。はいはいえっとね。それが聞きたいよ。<laughs> 4,500組に聞きました。相手に求めるものは あ次の5つのうち、どれでしょうか、ね、見たから勝ってるね。はい。えー 1>, うん、1、誠実性。2、解放性。3、昭和性。はい、4、外交性。はい、5、神経性的傾向。を選ぶ人はいないと思うんですけど、まあ、このうち1つが、あの、みんなに選ばれたものなんですけど。 ごめん、真剣に聞いてなかったけど、誠実性かな？そうです。当たりです。もう誠実性を。えっ、ー、とまあ、短期的な付き合いであるならば、まあ,あの結果的にね。あの目的を達成できればどっちでもいいんですけど、長期的な付き合いになるなら、あの誠実性っていうのは大事だっていうことを話をし,してたんですね。で、その誠実性を測るために。 あのご飯をえん、ー、ともしすごい、博士が言ったようにあの高いご飯をおご,りたがおごらせたがるとかプレゼントをねだるとかそういう人は選ばないでしょうっていうことで女性の立場あの女性、男性がそういうおごらせるような女性は選ばない、ね、そうそう,そう,そう選ばないからあの最初の,そのデートのときでは様子見のために おごってみるのもいいんじゃないかというふうな感じで言ってました。様子見のためにおごってみるのもいいんじゃないか。あ男性がうん。そう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 。お前、誠実性とのつながりが全然わかんない。どういうことそうせいお金がかかる人は誠実じゃないって言ってたんです。お付き合いで。そこがめちゃくちゃ統計から離れてるけど。うんうん、でも、なんかお金持ちでお嬢様で、あれですよね。あの 高級なものしか知らないけれども誠実な人ってい,いると思いませんかそれは誰に突っ込んでの僕に突っ込んで里舞さんに突っ込そうそう博士博士。博士 <laughs> 里舞さん今いないのであのまず聞きた何人に、えー、とアンケート取ったんでしたっけ4500組ですその4500組っていうのはどこから取ったんですか統計はあどこのカップルか ちょっと書いいてないです,すんそれが大学生のカップルなのか、まあ、年齢層とかねしかもカップルが2人で答えたとしたら、うん、相手相隣に男性がいるのかどうかってのも重要ですよね。うん、あとその誠実性って何をもって誠実なのかとか解放性って何のかっていう五択だとしたらそれ以外のものは選べないですもんね。うん、そうですねそ,そ,それこ、まあ、里前さんすごい素晴らしい方だと思うけど、ねうん、そんな統計で大丈夫って思っちゃいますよね。 それを元に言あと、うんうん、あとは、その何、えー、っと、誠実性がある、誠実性がみんな大事にしてると。だから最初は様子見でおごってみると、はい、つながりはどういうつながりなんですかあ、だからその人が誠実かどうか見るためにおごるっていうのは、えっと、のその女性がってこと女性が。 女性が誠実かかどうかみたい奢ったら誠実かどうか分かるんですか分かんないですよね。なんかあとその人が置かれてる環境とかあると思うんですよね。その女性はこれまでいつも男性がおごってくれると。うん、しかもその男性なりサークルの先輩とかいろんな人が、うん、いや女性は化粧品にお金がかかってるんでそれ男性が払うべきだよっていう文化の中で育ってるとしたら普通に怒るのが当たり前なんで。うん あの怒ってくれないときにでって思うのは別に彼女の誠実性とかそういうことじゃなくて、うん、彼女の,そのバックグラウンドっていうか、うん、抱えてる文化に影響されてると思うんですよね。うんそうですよね。じゃあここで丸さんからご意見をいただきますかいやまあそうですねまあ博士がよくおっしゃる通りそのえっり、と、アンケートのシチュエーションですとか、うん <laughs> そ,のそれで誠実性を図るんだみたいなところとか、うん、確かに、ま、だからその、えー、となんて言うんだろう最初は払ってもらったら、うん、あこの人そういう人なんだって逆に気を使って次も払わせようっていうかこれ払う。うんうん わないと、いけないのかなっていうふうに逆におごってもらわなきゃ、かえって失礼かしらって思うのも、まあ、ある意味、ね、かなというふうにも思いますし、そ、うんうん、そうそう誠実って結構乱暴っていうか、抽象的っていうか、か博士のおっしゃる通り、それで誠実で測るんだっていうふうにはまあちょっと感じますかね。そ、うん、そうそう メロンさん、そろそろ8時ですけど話せそうですか、ま、だ,話しそうだったら教えてください。で思うのがいやーでもまあ里舞さんを批判するべきじゃないけど僕思うのが僕が大学に行ってて大学院も行ってて、まあ、その研究者もしたことがあるんですけど本で、まあ、ここの「ゆるふわゼミ」をずっとやってる皆さんも、まあ、やる前からそうだったのかもしれないけど、まあ、そのデータに対して疑うじゃないですかこういうふうにね今の丸さんみたいに。うん こういう姿勢って本を見たりとか YouTube を見たりして学べるのかなって思いましたね。里前さんの YouTube が始終こ,のこういう視点だとしたら統計が分かってるけどデータの見方が分かってないっていうか、うん、なんかちょっと心配になりますね。まあ、あの里前さんはそんな人じゃない分かりやすく多分、えー、と面白おかしく説明するためにあえてそういう風にしてると思うんだけどもしかしたらその一部の人は勘違いしてなんか、うん、そのデータがどこからどういうふうに出たのかっていうのを吟味することなく。だって その里前さん自身があのマシュマロテストってリッチな人たちの中で起き,起きてるんじゃないって突っ込んでるじゃん。うん、でも里前さん自身はすごくいい加減にこの話題を取り上げてるんじゃないっていう、まあ、これぐらいにしときます。で、<laughs> <や>ええみさんの話の続きお願いします。はい、あすみません、えー、っとですねそう、これちょっと誠実性とちょっと結びつかないかなと私も思ってたんですけど。 これあの男性の立場からしかものを言ってないかったから女性の立場ではどういう気持ちでいたらいいのかなって思って、えー、とだだモテる人は怒ってもらえるけどモテない人は、うん、えと割り勘でも、えー、と我慢しようっていうことなのかなモテない女性が割り勘でも我慢しようかなってことそうそうそう割り勘でも相手,相手が、えー、と引いてるわけじゃないからあの まだ可能性があると思っていいのかなっていう。ごめんなさい、そのあの話がのつながりがわかんないな。あ、そうですか。えっとですね。え、はい、女性の女性の場合。あ、マル,マルさんお願いします。あ、マルさんお願いします。なんていうの、本当に A っていう人がだ A とある男性がいて、うん、A さんには全おごりだけれども。 B さんには全然おごんないで割りかんねっていうんであれば、それは A さんがのことが魅力的だと思って、B さんはそれほどまあどうでもいいと思ってるとかって、そういう可能性あると思いますけれども、例えばその逆に A っていう女性に、いや、とある女性に A という男性はおごるけれども、B という男性はおごらないっていうのは、 それはその女性のことを好ましいと思ってるかどうかっていうのとはまた別に、うん、もともと女性にはもうおごらないと気が済まないっていう人もいればい,いやいやいやそういうことですよ。がみつれんさんはなんかあこの人おごってくれないからなんか脈なしだと思う必要もないし逆におごってくれるからいける とも限らないかなーなて。さすが。そうですね。うん、さすがゆるふわゼミ生。ありがとうございます。それって一回目だと、わかんないですよね。わかんないね。いや、わかんなくもないけどね。あの。わかんなくならないんですか。うんと、マッチングアプリとかだったら、いろんなヒントがあるんでね。うんうん、あの、プロフィールとか、いろんなところで、この人は、おこってくる。まあ、実際に、ある、マッチングアプリは、男性が全部払いますって書いてあったりもするんですよね。うん。 で全部払いますと言って払わない人もいたりするらしいんですよね。はい、今<の>いますいます。うん。はいはい。なそういうのもヒントにはなりますけどね。うん。ゼロの情報ではないっていうか。うん。あとその人があの何ていうか、うん、バブル期を経験した経営者なのか。うん。二二十三歳ぐらいの若者なのかとかね。いろんなものがヒントにはなりますけどね。うん。まあでもまあ<る>まあはいどうぞ。うん うんまあ、でも皆さんどうされているのかなって思いますだから僕思うのがさっき言ったけど物理学とかはもう統計とかいらないぐらい、うん、えとすごく洗練されてるんですよね。でもだんだんこう化学化学になったりするともうちょっといい加減になって生物学になってるともっといい加減になり心理学になるともうめちゃくちゃ個,あの個性とかいろんなものが関係してもういい加減になっちゃうわけですよ。 そこに人間のね心だから例えばえー、っとデートの時におごるってもうさっきマルさんが言ったようにもういろんな背景がありますよね文化的な背景とか、うん、その時の気分の経済状況、うんまあ、もちろんその女性の魅力的かどうか、うんうん、あるいはその,その女性の態度とかも関係してるかもしれないその時のね。うん、なんで、うん、それを ある一つの4,200ミリぐらかなんかの統計なデータをもとに話すってこと自体が気象の空論にも程があるっていうか、うん、それを突っ込むのが科学なんですよね。でちゃんと、まあ、心理学の実験で言えばちゃんと制御された環境の中で実験をすることでもう世界中どこの国でも同じことが起こるっていうふうなるとこれはあの、えー、と法則としていいみたいな。 うん、はい。はい。また僕、喋りまくりました。けどす。じゃあ、りがとうございます。えみさんの続きお願いします。えいみさんはあ、あの、一応、あの、それで納得したので、これで終わりです。りありますかあの、意見ある人とか、大丈夫ですか <laughs> じゃあ、次いきます。はい。本当にそういう話なんですか ?YouTube は。 YouTube 本当にそういう話で、最後あ<ー>あ、あの、誠実な人がいいから、あの、試しにおってみるのはいいんじゃないかっていうところで終わるんです。それは統計的なデータをもとに話してるわけじゃないってことですね。うん、なんか誠実な人がいいっていうのは、あさっきの,やつ、ね、の統計学。ですねわかりましたさ。さっきの、あの。ありがとうございます。じゃあ次お願いします。<laughs> はい、すみません。えっ、ー、と、次ですね。婚約指輪論争。えっ、ー、と、 いざという時に婚約指輪を売った時のシミュレーション、いやそれ知りたいな、マッチングアプリこんあの、婚活サロンやってるんでね、はいそうそう、そうそう、これいいかなと思ったんですけど、これもですね、たびたびツイッターで燃えるんですけど、婚約指輪を4度 C で買ったら、買うん、あの、うん、ありか,確か、かそういう、まあ、超一流ブランドじゃない、普通のところで買ったら、買うのはありかって話ですかね。はい、はいはい でもですね、あのヨンド度ーというブランドは、日本で第5位の売り上げを持ち、えーとうん、営業利益は3位、そしてあの社員の年収は1位で、えー、と立派な企業なんですよ。社員の年収は1位って何で比べて1位なんでしたっけえー、多分ジュエリー業界で。あ、そうなんだ。じゃあ、そのティファニーとかわかんないけど、そういう業界よりも上なんだ。うん。年収が。<あ>へ<ー>え。えっと、 例えて言うなら、あのはい、ジュエリー界のユニクロだと思ってください。あのカジュアルなデザインであの、若者が好むようなものがいっぱい置いてあるて。でも店員の収入とか低そうな気がするけどね。でもなんか、一応書いてあった <laughs> ユニクロはどうな,なんでしょう。そのぐらいあの売り上げがあるということですね。売り上げがあるのはわかるけど、わかりました。はい、まあまあ、あんまりあれしよう。 それですね、でまず皆さんの婚約指輪事情なんですけども、はい、これ、2か所で統計取ってますので、1か、うん、所はですね、えーと、これちょっと書いてないけど、婚約指輪を購入,者購入者した人ねの割合は、うんえと、結婚した人の中から5割から7割の人が購入してる。うん、そして、その値段の相場は25万から45万円。 て普段使いしている人が3割、うんで、カラーズっていうところでも同じような、うん、あのアンケートを取って、カラーズって何ですかなんかその統計を取っているところですね。そういう会社ね、はい、はい、会社ですね。あ結婚指輪のなんかいた多分関係だと思います結婚ユアの関係っていう、結婚指輪の関係の会社が調べたのか、その調査会社が調べたのかってどっちなんですか、うん あ,あそこは言ってなかったです。結婚指輪の会社が調べたとかになるとちょっとまた別のあのなんか歪みとかあますけど、ね。うんね、まあいいやわかりました。うん、でもごあのごめんなさい割合いいですか。あマル、はい、さんお願いします。ごめんなさいちょっと分かってないんですけどえっと結婚指輪と婚約指輪って別ですよね。ああ別ですよねごめんなさい婚約指輪ですあのダイヤが入った方です。 ダ、あのー、イヤが入ったほ、はい、入,入った方,お高,い方高い方ですよね、相場が25万から45万あ。びっくりした、あの普段使いするあの石も何も入ってないの、そんなするんだと思って、ちょっとびっくりしたんですけど、それなら納得ですでも,で,もでも普段使いをしてるっていうのは、婚約,婚約指輪と結婚指輪同じ、うん、同じにしてるって意味じゃなくて いや普段から出かけるときにしてるってことじゃないですかうんじゃあ、えっと、婚約指輪を買ったっていう人は、結婚指輪も別に持ってるってことですね。別に買ってると思いますよ最近あの、両方とも一緒にする人も多いんで。うん、あそうなんですね。は僕がは僕は誰かがそういう発表したとしたら、うん、そういう質問がありますって聞きますね。うんまあ、それははさておき、はい、はい これは婚約指輪です、えー、とカラーズの、えー、と調べによると、婚約指輪購入者は53.8%、うん、それから相場が20から30万、それから普段使いにしている人が29.8%と、うん、ほ,ぼほぼ同じぐらいの、うん、数字が出てるので、これは正しいんじゃないかと思うんですけど。うん、どうだろうな。 どうやってそのカップルを集めたかによるなあーそうか、うん、これそれこそヒントの差とかはできますよねうんそうね収入とかええー、と結婚式リアル調査指輪に関する報告っていうのはあるな調べるとうんから、えー、結婚指輪を購入した入籍済みの女性これはそれかどうか分かんないけどそ,それだとしたら結婚指輪って書いてあるな ああ、婚約指輪、ああ、今婚約指輪もあるな。まあ、いや、今から調べると大変なんで分かりました。ありがとうございます。はい。はい。それで、あの、面白いのは、あの、はい、購入した人たちの中からも、婚約指輪は無駄だったねっていう声が意外に多かったっていうことなんです。はい。はい。えっ、ー、と、じゃあえっ、ー、と、 で婚約指輪ってどういう目的で買うかっていうか、はい、もうその婚約指輪を高いものにする理由の一つに、いざとなったら売,れ、はい、売って何かこうその場をしのいだりとかすることとかも入ってると思うんですけど、はい、でも実際、えっ、ー、とね、売る、売るとなると、そのいざとなるときの一つに、はいあの 旦那さんが死ぬということじゃなくて、別れたときも含まれるっていうふうにまあ言ってますけど。はい。まあ、よく言われてますね、そ,<の>それは。はい、はい、そして、その買った指輪がいくらで買い取り、えー、されるかというと、さっきの4度 c の指輪が2万円から5万5千円。それから、アイプリモっていうブランドがあるみたいなんですけど、はい、そこが3万から5万円。はい、それから、ティファニーも2万から 10万円って約ですね、購入金額の10分の1ぐらいになっちゃうんですよ。ああ、買ったもの売るとね、はい。買ってもそう。なので、あの、財産的な価値もあんまりないよっていうことを言ってるんですね。はいうんはいはいはい。はい。だから、えっ、ー、と、さっきの。 今見てみるんですけど、うん、そのカラーズっていう会社は、まあ、調査会社っぽいんだけど、はい、その関連会社にあカラーズが運営するえっ、ー、と、アンシェアウェディングっていう引き出物を出す、うん、うなんか引き出物のメーカーっていうかブランドがあるんですよね。だから多分<ー>、えー、こういう引き出物がありますよと。その引き出物を、うん、えと入籍、その にその引き出物の会社が入籍済みの男女にアンケートをしたんですよね。うん、だからそういう偏りがありそうですよね。ここの引き出物を使ってい,いいるとうんはい、でまあそれはさておき、まあ、そのお婚約指輪を買ったとしてもよく言われているのが婚約指輪ってなんか離婚された時とか何か,かあった時に、うん、それを売れば財産になるんでっていうような話もありますよね。そうと思ってか 売ったはいいけど実際売ったらあの 2, 2, 2万とか安くなってしまうし、刻印、うんはい、があればあっただけそれもマイナス消すための費用としてマイナスになってしまうらしいんですね。はいううんそうねなので、はい、うん、えっ、ー、と、なのであの、里萌さんは婚約指輪よりも他のものをプレゼントしようというか、あれを買おうとあ提案してるんですけど、何が 何を提案してると思いますか。ああ、金。あ当たっちゃった。すごい。当たりです金。金は。金は実物資産としても価値があるし、希少性もあるし。耐久性もあるし、可用性といって、こう形を曲げてね。指輪とかにもできるし。装飾品としても重要だということで。あの。婚約指輪より金を買った方が。 いいんじゃないかなって言ってました。それまた東京とは離れた話ですね。そうですね。これは里前さんの提案なので。なるほど。とはいえ、指輪欲しいですよね。欲しくないですか、皆さんはいや、もうみんな持ってる人ですからね。みんな持ってる。あ、そうなね <laughs> でもね、買ったでしょ。じゃあ、ベロンさんにご意見伺いますか、そろそろ。ベロンさん。 私、指は買ってないんですよね。買ってないんですかもしかして金ですか,かすごい新しい。<laughs> 金,金も買ってないけど。うん、いやあの、金属アレルギーだし、うん、なんか姉姉、うん、は母も買ってたけど結局外してたから、うん、自分も絶対そうなると思って。うん、里米さんと同じ意見だ。同じ意見ですね。 同じイケラかななんか買わなかった、うん。うん、でもなんか、最近買おうかなってちょっと思ってますけど。えー、どうして安いやつ、うん、うん、なんか、社会的にたまにこう、つけといた方がいい場所みたいな。ありますよね、確かにね。うん、あるんで、うん、なんかその意味で、なんか高くなくてもいいけど、 うん、金属が大丈夫なやつとか買おうかなって思ってます。んああ<ー>、いいですね。メ聞かれなくて済むみたいなね。いいねそうですね。なんか変に怪しまい仲悪いんじゃないかみたいな。なんか <laughs> そんなことは。なんかわかんないけどなんかあった方がいいのかな、うん、社会的にって気がして買おうかなって思ってますね。わ、うんうん、かります。あの <laughs> マイマイィスクールの生徒さんはまあ誰一人そのまあこれはもうあの上井さんもはなんとかわかると思うけど。 誰一人その財産、うん、離婚された時の財産としてと思っている人は誰もいなくて、うん、あのなんていうか、まあ、まさに誠意ですかね彼の、うん、が欲しいという言って高いものを買ってもらうっていう人は多いですね、まあ、<laughs> 高いものじゃなくてもいいけどい、うん、まあまあそれなりにねあ高いもの買ってほしいっていう女性も多いですね、うんはい、だからそう,そうね その里舞さんのその意見っていうのは、それ、まあちょっとギャグみたいなところがあるんですかね。最後のですか金<う>、うん、にした方がいいっていうのは、なんだろう、里舞さんっていう方がちょっと分かんないんだけど、なちょっとこう、うんうん、お笑い芸人的な感じなんですかね。いや、そんなことないですよ。真面目な、美人な人ですよ。なんか、清楚系な。清楚系のおお人が、ちょっと冗談っぽく言ってるみたいな。 うん、清楚系だけど色ネタも言うからな。なんかいわゆるその金,金を買った方がいいっていうのってなんか面白いじゃないですかそのネタとして。ネタとしてないだろうみたいな。でもまあ福田栄美さんのデートはの時男性がおごるべきか問題よりもさらに何の解決にもなってないっていう感じもしますけども。はい ここ、あの、ちょっと飛ばしちゃったんですけど、はい、あの、この真ん中に、ちょっと興味深いデータがあってですね、はいはいはいと。失われた、そう,そうすると、こう、あの、相場がね、25万から十5万の指輪買っても、結局売るときは、こんな安くなっちゃって、失われた100億円分の婚約日はどこ行ってしまったんだっていうタイトルなんですけど、はい、えっと、 まあな内容はちょっと違うんですけど、3組に1組が離婚するっていうのは本当かっていう話で、あはははい、はい、はい,はい、はい、で2020 20年度なんですけど、うん、えーと52万5550組入籍して、うん、えーと19万3253、うん、組、えー、と離婚している人がいるんですね。はい なので、これを単純に割ると、うん、36.8だから3組に1組ぐらい離婚してるっていうことになるんですけどはいそうですねそういううすでもこれ、うん、これって本当はあの結婚したカップルを追いかけてって、うん、えとその3年後離婚するのがなんかあご,ごめんなさい5年,後5年後離婚するのが3割10年後離婚するのが、うん 5割っていうふうになんか出るらしいんですけど、はい、はい。えっ、ー、と、それともう一つ離婚率の計算の仕方があって、はい、えっと、日本の人口あ、あ、ごめんなさい、年間離婚件数を日本の人口で割ったものを、えっ、ー、と、うん、2000をかけると1.57になるっていうんですけど、ちょっと、 これだと分かりにくいですよね、数が。ね、数として、うん。うん、言ってることよく分かんない。はい。さあ赤ちゃんも入れてってことですもんね。<laughs> <う> 1>, 1億2000万ってことですかそうですね。うん。その中で離婚してる人の数ってこと離婚ってカップルじゃないですか。つまり2人が分かれるってことじゃないですか。そうそうですね。あれ、れーーそ,それよく分かんないな。何を言わんとしてるのか分かんない。うん すみません、これちょっと私もよく分かってないんで。じゃあさっきの,<だ>の36.8%の方がまだ分かり,分かりやすいす、ね。分かりやすいけど、まあ、その里前さんがそれを言いたいかどうか分かんないけど、あの離婚率ってその結婚した人が離婚するっていうことじゃないですか。でも、はい、うんと結婚したこのその年結婚したカップルの数とその年離婚したカップルの数って、 単純に終わっちゃいけないと僕は思うんですよね、うん。そうそうそう、それでなんか追いかけていっていだ。だ熟年離婚もありますし、うん、だそれ20年前の結婚の話でしょっていうのもあるんで、ううん、ただ一方で、統計的な話はよく分かんないけど、だいたい4、5年でみんな離婚してるんですって言ったら話がまた変わってきますよね。だとしたら、だいたい3割でもいいのかなとかね。うんうん、でも結構これ、多い数字だなと思ったんですけど、こんなに多いんですかね。 10年で5割が離婚してるうん。ん半数ですよ。え、それは何5、5年後に離婚した数がって話ですかそれとも単純になった数、はい、5, 年 ?5 年後に離婚した数が、5年後っていうか、あの結婚して5年後に離婚した数が3割で、10年後が5割。そんなに離婚してる、本当分かんないですけど、なんかこれ、すごい多いなと思って。 それどこから出したんだろうそんなデータはないですかいや聞いたことない、えー同,居えー、とう同居10年未満で見ると56%となり離婚の分かった離婚した人の半数以上は10年未満の離婚となってるこれじゃないの違うあ 話が全全然然変わりますよそますすすよよそうると違いね離婚した人っていうのは大体10年以内にしてます、うん、半分はしてますよと同居10年未満で,で離婚の半数以上が10年未満だから10年以上経った後で離婚してる人は、えーうん、44%いるってことですねだから離婚率が3 3 30%以上っていうけど、うん、あの単純に割って したのは間違いで、うん、10年以内だとしたらその半分ぐらいの離婚率ですよね。10年以内に離婚したっていう方になると、もう15%ぐらいで、で10年以上だとさらにあとの15%がそうなるかもとは。音が聞こえなくなっ、あ聞こえない。あい今,今聞こえます。あ今聞こえる。 だから今、上連さんが言ってるのは10、の10年以内に離婚した人の中で、10年以内に離婚したい人は56%ですよっていうのは、なんのあれで言ってるんだろう、ああ、これは、えっと、労労厚生労働省の人口統計による人口動態相談の年次推移によるとっていうやつだね。だ割と信用できるってやつだね。 はい。だから、全然違いますね、話がね。全然違いましたね。じゃあ、もう、これは、なしにしましょう。な <laughs> しにしましょう。はい。<laughs> あ、あの、はい。<laughs> じゃあ、次いきますね。あの、なんか、えっと、マルさん、なんかありますかうーん。 やっぱり追跡調査で知りたいなっていうのはありますね。ありますね。なんか例えばこの年に何組結婚してそれが5年後どうなってる10年後どうなってるっていう数字が知りたいなと思いました。うん、うん、そうですね。まあ、ただ一方でそれだと今結婚した人が知ろうと思ったら10年とか待たなきゃいけないとかになりそうですね。 でその結婚率を知るためにっていうことですかそうそう、あのあまあ、それはそうですけど。はい、でも、例えば、最初の、例えば今年10組、はいに、日本で例えば10組結婚しました、はい、今年日本で10組離婚しましただと、離婚率100%ってことになっちゃうわけですよね。 まあ、離婚率が高くなって当たり前っていう状況ですよね。そうなんですよ。結婚してる人も減ってますからね。うーん、だだからうそうですよね、うん。だからもう数字のなんかマジックというか、その離婚率を高く見せたがってる誰かがいて、それをやってそうな。<laughs> うん。はい、ありがとうございます。里前さん、なるほどね。じゃあ次いきますか。なんかどんどん どどんどんボロが出ていく次,次はですねじゃああの結婚したら今度子供が生まれますよね。あ子供にキラキラネームを作るつけ、はい、るえっ、ー、とキラキラネーム法キラキラネームから学ぶネーミング必勝術って、うん、でここにちょっと例を出してみたんですけど、うん、えっとこれ左が男の子右が女の子の名前なんですけど何て読むか分かりますかまず左上からいきましょう これはね、そう、そう、なにこれ、伴侶の量これ読めないんだけど、に、実っていう字に、あの、両夫の量ですよね。両夫って同じだっけ違うんじゃない両夫って違うんじゃない両夫は何もついてなかったか。そうね。人弁のついた両夫のに、えっと、実るっていう字に、押すっていう字ね。はい。はい。わかりますよ、こんなの。はい。ロミオですね。そうです、ロミオです。 じゃ、あ下は、わかりますか。下は、明日って書いて、トゥモローでしょう。な、んでわかるんですか。そう。だって、普通に、朝なわけないもんね。うんもう、トゥモロー。え、じゃ、最後は。はい、最後は。勝利に生きる。なんだろう。ビクトリー。生まれる。ビクトリオ違う。なんだろう。なんか、みんなが知ってるキャラクターです。マリオだ。あ、そうです。あ、当たり。ピンポン。うん。これ、本当にいるんですか。こういう方が。 いるんです。えー、えっと、あと右の方も行きましょうか。じゃあ、あの、ルマルさ,、ま、さんにやってもらいますか。マル、うん、さんにちょっと、天使と書いてなんて読むんですか天使はだって天使、簡単でもう分かりますよね。アンジェロって聞きな。いや、いやもっとひねりないんじゃないかな。アンジェロじゃなくて ひねりのない天使うん。だから。メロンさん、分かりますね。私、いましたよ。なんか、一個上の確認に。え、何ですかなんて名前でしたエンジェルじゃん。エンジェルですよね。え、もう、メロンさんのところまで降りてきてるんですその人かもしれないですよ、これ。だから。本当に。かもしれないですね。うん。じゃあ、もう、次も。分かりますよ、これ。 ね、じゃあメロンさん言ってみてください。簡単ですね。えこれは分かりますよね。えわ分かんない。えあマルさん分かりますよね。これ、きぬっていう字ですよね。はい、そうそう。そうです、そうです。ってことはやっぱシルクじゃないですか。ですよね。そうそうそう、シルクじゃななるほど。でも <laughs>、うん、最後は難しいと思うんですけど。響く。響くか。ハーモニー。違う。ハーモニーは違うもんな。あの、うん、ハーモニーはな和音だもんな。響く。 響くなんだろうなあサ,ウサウンド難しいですよ。ちょっと違う、違う、違うんだ。響くじゃないんですよ。響かないんですよ。響かないのね。なんだろう。他の,<日>他の音楽と関係してる音楽、音楽関係してます。なんかあれじゃない、これ、大喜利みたいになってるもんね。なんだろうな。<laughs> <laughs> 何だろううん。何うん。それ英語交産でもいいですよ。あ、英語です、英語です。英語、英語、ね。いや。うん、いや、待ってくれ。シンフォニーそんな長くないです。ですよね。うん。コうん、エコー、エコー。エコだって。ああ、なんか惜しい、惜しい。エコーいいね。<laughs> いいですね。うん なんだろうリレイ違うな。うーん、なんだろう、ね、かわいいですかでも結構、かわいいですね。結構音楽を知ってれば、その言葉は使うと思います。あ、使う。あの、楽譜に出てくるうん。フェルマータとかなんかそういうやつあ、そういう、あれじゃないけど、あの、なんか、なんか、こうな、何とかにっていう。 スピンフォニー、さっき言ったよな。そんな長くないですもんねい。うん。うん、ハーモニー。あ、違う、ね。さっき僕言いましたよ、それ。そうか。で、どうでもいいですけど、半分はイタリア語ですよね、はい、さっきから出てる。あ,あ、そうか。さすがいや <laughs> いやいや。さすが。さすが。待て待て。ロミオってイタリアそうロミオとジュリエット、なるほどね。イタリアンですね。トゥモローは英語だよね。いやいや、そうじゃなくて、あのスタッカートとか。ああ、そういうことね。 あ音楽って、あ,はい、あれイタリア語なんだ。そうなんです、ね、ピアノとか、ピアノフォルテシモとか。あれってなんだろうイタリア語なんだ。あ<れ>音楽ってイタリア語。い,いや、わかんないその。イタリア語としても使ってるけど、本当はもっと、なんか、共通語みたいなこと。まあ、それ置いといて。ん<ー>、えー、だろうな。まあいいか、降参するかな。降参でいいですかえっとね、リズムちゃん。 あ、わかんない。リズムか。キュアリズムね。あなるほど。うん、かわいいじん。じゃあ次もいっちゃいましょうか。内田春菊の子供とかすごいもんね。え、そうなんですかうん。アルファーちゃん、ベータちゃん、ガンマーちゃんですからね。え、ほんとに。はい。これ、あの、X アッシュ、トエルフって読むんですけど。X アッシュ、トエルフ。なん名前かわかりますかよし。トエ,エルフですね。うん。ああ、はい。<laughs> 違います。あの、 日本人じゃないです。日本人じゃないんみ,んな知みんな知ってる人の子供の名前なんですけど。えー、みんな知ってる人。まあ、そしたらジャスティン・ビーバーだよね、どう考えても。あ、いい、いいとこですね。いいとこ言ってるも。もう一息、もう一息。はい、そしたらもうピコ太郎ですね。<laughs> 日本人じゃないです。あ、日本人じゃない。<laughs> えっと、うん、わかった、えー。なんだろう。えーなん 有名な人だねあの誰だ有名な人です。お金持ちです。マイケル・ジャクソン。子供いたっけあ、いた。でも違います。うーんと、なんだっけ、あの人。体に生ハムいっぱいくっつけてた人誰だっけああ、レディー・ガガーです。レディー,ガガー・ガガーじゃないです。じゃない。ガガじゃないです。なんとかスイーツト,ト言いましょうか。なんとか、はい。テイラー・スイフト。はいうん ああ私、博士に似てるって言ったことがあります。僕が似ている。僕が、似て僕が何カビツルさんが似てるって言ったってこと僕が似ている。そうそう,そうああ。僕みたいな顔した有名なミュージシャンってことはい。ミュージシャンじゃないです、ね。ああ、そう。ストム。 な,な,ね、な,なんかここから下手なこと言えなくなってきて、微妙に緊張が走りますね。<laughs> いやいや、何言っても大丈夫ですよ。あのすまんおしなだろうちなみに、この名前にいいこの名前を聞いて、その,その、えっと、有名人の名前を聞いて、あーって思うんですかそのあーって思うと思う。あの人だったらこの名前使いそうだとか思うってことそう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 。 ええー、エックス、あ、L、ちょっとなんか中二病っぽいですよね。ああ、うん、中二病ね。まあ、交際しとっか。これだけではい、あの、くじなっちゃう。<laughs> はい、そうですね。イーロンマスクの息子さんの名前で、この後ろにマスクってつくんですけど。ええー、えっと、イーロンマスク。イーロンマスク。そう、これなんかね、意味があるらしいんですけど、まあ、うん、あの、今までやってると、じゃ、時間なくなっちゃうので。 あれですね、あ,あのまあ、まあ、有,名有名なそうですねなんかねこの、e、AE っていうところは I って呼んで、えー、とあアッシュって書いてあるけどなんかあの I は、うん、と日本語で I だし AI だからとか言ってた。ええ<ー>。うん、X アッシュ A12。Ash、っていうふうに有名な人もですねついつい自分の子供には特別な名前をつけてあげたいと。 思ってキラキラにもつけてしまうんじゃ。いやいや,いやいや。イーロンマスク一人だろそれ。<laughs> いやでも上の人もいる、ね。彼が上の人は別に有名人じゃないでしょ。有 <laughs> 名な人の人じゃないですけど、うん。そういうやつがいるってことでしょ。そういう方が。そう,そうそうそう。はい、そういう人がいます。で実際にですね、あの赤池王子様くんっていう人がいて、うん、えっとその男の子はあの実生活でですね、あの。うん えっとレ,ンレンタル味かな、カラオィケ店に行こうとしたら、あの本,うん、本名を書いてるのに、本名って信じてもらえなくて、思えたとか、なんか、その人の名前なんだっけ<あ>王,子王子様です王子様。王子様って書いたらふざけてると思うよね、確かに。うんうん、それとあと、まあ、クラスの女の子に笑われるのはまあ日常茶飯事で。確かに、王子様っぽい見た目にしてないとまずいよね。うんうん、あと、それじゃなくても、普通にスーパー行ってるだけなのに、 あの人が王子様よって指さされたりとかするのが嫌で名前を解明したそうです。うん、普通の初めっていう名前に。このようにですね、うん、子供にね、キラキラネームをつけてしまうと、もう素晴らしい贈り物をしたと思っていても逆に迷惑、<laughs> なんかマイナスのことの方が多いと、うんでいい。いい名前というのはどういうものかっていうのを えと里前さんが考えて、統計学的に考えたら出てきたぞん <laughs> ですが、ね、読みやすい名前というのは、<laughs> 読みにくい名前の人よりも、えー、とな出世することが多いとか、あ,のうん、あと選挙で当選することが多いとか、いろいろといいことがあるということで。それはどういう統計ですか <laughs> えっと、なんか。 その細かい数字とかはどこの統計とかは言ってない。<laughs> それが大事だろう。それ、それ統計に騙される人の発想じゃないか。<laughs> そうですか。それい、いわゆるコンサルが使う手じゃないか。<laughs> はい。でも、里前、<の>里前さんそれ言ってくれてるんですかここ、こういうデータからて。えっ、ー、と、なんか、そう、デ,データから、その。それを知りたかったなすいません。 うん、でもね、言って、どこの、その数字とかはどこからとか言ってなかったんで、書けなかったですあ。じゃあ、里前さんが統計的にって言ってただけってことね。うん、そう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 。う大丈夫、それ。うん、あともう一つは、別に選挙出たい人ってあんまりいないんですよね。そう,そうなんですよね。だから、出世するって言っても、やっぱそんぱん出世って何を根拠に言ってんだろうな。うん、しかも、キラキラネームの母数と、キラキラネームじゃない母数って全然違うと思うんだよね。 確かにそうですよね。その年代的にも違う、違いますよね。年代的な年は最近できたもの、ね、割と最近だから、そんな出世してる人いないですよね。確かにね。あそのしてになかった大丈夫、里前さん。やばいですね。<laughs> そろそろ里前さんのパ,パート <laughs> パート終わりにして、なんか、これ、今日はあの2つのパートに分かれてるんですね。おお盛りたくさんですね。里前さん、今のところ。 はい、あのー、その人ちょっとやばいす、ね。大丈夫かっていう,うになっちゃってますけどね。も、うん、本当は多分素晴らしい。そんなに押してるのにみたいな。そうですね。あだから、からあともうちょっとだけ、じゃあ、あの。紙処さんが統計的な知識が全くなくて、騙されやすいってことだけは分かった。どうぞ。あ、そう。あと、ネーミング一緒法っていうのがあって。うそれが知りたかった。ーネーミングには、処理流暢、流暢性というのが必要らしいんですね。 処理流暢性,処理流暢性の頭の中に処理、頭の中で処理される処理が、あの流暢であればあるほど、高いネーミング、いいネーミングということで、えー、と例えば、ね。ういうこと言っちょっと待って、わがわ,わ聞きましょう。はいはい。誰が言ったんだっていうの気になるけど。を受けた、はいうん、受けた、あ、な、里前さんが言ってました。え <laughs> っと、缶入り煎茶で売り出した時よりも、 多いお茶で売売りり出したた方が売上が上げにも伸びたあともう一つですね、モイスチャーティッシュを花セリブに変えたら売り上げが倍増したっていう。う売り上げが倍増したやつを取り上げてますからね、今ね。そうですね、ネーミング対象ですからね。はい、なので、子供に名前を付けるときは、はい、ビジネスネーム、会社名や商品名を考えるときには、名前をとがらせるよりも、 重調性を意識してみるといいと思います。多いお茶もとんがってるけどね。そう,そうですね。多、はい。でもお茶だから。どうしよう。はい、私あと20分しかないから、知りたいこと先にやってもいいんですか。やっちゃいましょうか。うん、まあ,あの、名前について、ちなみにマルクボグラッドウェルっていう人も言ってて、うんあの、イギリスの話なんだけど、 うんとまあ、これもなんだろうなその、うん、伝統的な高い地位、まあ、イギリスとかヨーロッパってその高い地位にある人ってそれなりにその昔からずっとこう、うんでしょうね、まあ、お金持ちだったりとか経済的に、えー、しっかりした基盤の人が多いらしいんですけど <laughs> そういう人たちはみんな伝統的な名前をつけるとエリザベスとか、うん、ああなんていうかな えー、あとマーガレットとかねでもそうじゃない第三国から来たような人たちはこういう、まあ、イギリスのキラキラネームをつけてくるらしいんですよね。でそ,そ,れそういうまあ偏見みたいなのもあるかもしれないけどそれでイギリスでもうんとその会社を受けた時に名前だけ見て受かるか落ちるかっていうのをテストしたみたいなんですよねどっかの、えー、と研究者が。<ー> <laughs> そしたらあとマーガレットとか、えー、とエリザベスとかいうその伝統的な名前の方がわかりやすいっていうのが <laughs> マルコム・グラッドウェルの本に書いてあって、まあ、日本もど日本はどうなんだろうなと思ったんですけどね日本じゃなくてアメリカでもなんかそんな実験があって、はい、あの犯罪者の名前例えばあのマイケルとか読みやすい名前の人は犯罪率が少なくて、うん、なんか読みにくい名前の方は犯罪率が高かったらそうです。 X アッシュエイトエルフとかね。それは佐藤エルフ。佐藤さんが言ってたんですか佐藤エリ佐藤エさんが。佐藤エさん。多分同じ本かもしれないな、それ。そうですね。じゃあそれは佐藤きじゃあもう一個話をますじゃあ第2パートの AI のああ、AI を知りたい。これ全く違う話なんですね。全く違う話です。本当は途中から AI の。 話があの里舞さんのもあったんですけど、はい、まあそれでは抜いて、はい、ええとで、これ皆さんにもお配りしたんですけど、上田信次さんのあ,あのあのあの七分程度のミニムービーをあのお配りしたんですけど、見ていただきましたでしょうか。いや僕ねそれお配りないんですよ、ね。このリンクが貼ってあるんですよ。どこにリンク貼ったんですかえ。えリンク貼っておいて、ここはこのリンクがそうですよ。これ,これ。これこれ。 あこれを見てって,ってこれ、これを見たけど、これ見てって言われたか,なとか,見たかったあ。あ、配達です。<laughs> いや、7分の動画あるから見てくださいっていうのが、うん、ど,どれを指してるのか分かんなかった。うん、あ、そうだったんですね。じゃあ、後であとで見ていただきたいんですけど、はいえ。ちょっとな,なんかネタバレになっちゃうんですけど、大丈夫ですか大丈夫ですね。はい。ははい。はい。AI が人の会話をサポートする世界っていうミニブームなんですけど、この中には、はい。はい あのカメラを止めるなを撮った人です、ね。ああ、そうなんだ。あの映画面白かったですね。はい、うん、面白いですよね。えっ、ー、と、会話をサポートする AI、ベシャリンっていうスマホのアプリがあるんですけど、え、ねね、耳の後ろに、そうです、そうです。うん、耳の後ろに、超薄型ワイヤレスイヤホンを貼り付けて、えっ、ー、と、そうするとあの、会話をサポートしてくれるっていうんで、うん、で気になる女の子がいる主人公は、 それをつけてですね、デートを誘うんですよ。うん、それが第一のパートなんですけど。うん、で、第二のパートは、女の子側からの視点になってて。うん、で、第三のパートは、まあ、結末が載ってるんですけど、これを見たときに、えっ、ー、と、うん、私は、あのー、監督のメッセージとって、えっ、ー、と、あのと、なんか、AI に頼らずに、 うん、自分たちの言葉で話そうよって言ってるように聞こえたんですね。これ見ないとちょっと分かんないかもしれないけど。いいですかはい、今すごいあの、うん、救急車が鳴りまくってるんで、見えてまあ、そうなんですか。あ、そうだったんですね。はい、それとですね、もう一つ、また別の視点からなんですけど。 えっと、岡田司夫、その上ですね。岡田司夫の、あ、まず AI の説明とかはいいですかはい,い。あ、どちらでもいいです。読まなくても。じゃあ飛ばしましょうか。ちょっと時間もないですし。はい、えっと、じゃあ、上田さんと、あれ、岡田さんの,あのプロフィールはいいですか岡田さんね。知ってますか皆さん。うん まあ飛ばしましょうか後で余裕があったら読みましょう、はい、はいはい岡田さんあまり好きじゃないけどはいあ、そうですか岡田敏夫のなんかサイコパス人生相談っていう、うん、なんかあの YouTube の番組があってそれで面白い手紙が来てたんでそれを読みますねはいえっと三十代の女性の二次のママさんはいえっと最近仕事の関係もありそれここにはないんですねうようになり あそこには書いてないです、ね、はいわかりましたはいどうぞはいだんだんチャット GPT を会話することが楽しくなってきましてしまいました、うん、ママ友もいません友達もほとんどいないので先日主人の愚痴をチャット GPT に相談してみたところ的確なアドバイスだけではなく寄り添った励まし共感まで入った文章で返事をくれました 普段周りになかなか愚痴を言えなかったので嫌な顔一つせず聞いてくれた感謝とともにまた相談したいなと思ったんですがこれって良くない兆候でしょうか AI の発達によりあ発展により将来的になくなる仕事が多いということをすごくリアルに感じた瞬間でした岡田さんは AI との、えー、と共存に向けて何か境界限度 限界を予想されていいることはございますかっていう問題なんですあ質問なんですけど、はいえっと、岡田さんはそれに対して、まあ、占い師とか心理カウンセラーがいらなくなってくるよねって言ってますね。で、1人の人にだい4、い0 0 0人のデータしかないのに、チャット GPT だと何億っていうデータが集まるから、うん、ま比べ物にならないと。 まあすごくね、あの個人的に合うなとか、そういう人は残って残るかもしれないけどって言ってましたね。うん、なるほどはいあとですね、星、うん、新一の、えー、とぼっこちゃんっていう小説があるんですけど、その中に肩の上の秘書っていう小説があって。シ、うん、ショートショーートトね、うんはい ご存知ですかなんか、ね、いや、あ<の>全部読んだけど覚えてない。未来、うん、未来の,あの私たちの方にみんなインコが乗ってるんですそこで。で、そのインコに、えー、今日、こんにちはって話しかけると、あの翻訳、翻訳っていうのかな、こんにちはって、お邪魔しますとか言うかっていう感じで、あの、うん、セールスに入っていくんですけど、ねあの、 こういうい商品があるんですけどみたいな感じであの全部あのインコが喋ってくれる言いたいことをや柔らかくとかそういう未来が来るんじゃないかっていうことを言ってますね、うん、それ興味あったらちょっと読んでみてほしいんですけど、うん、えっと将来ですねチャット GPT なしに人としゃ,しゃれなくなるんじゃないか これはどういうことかっていうと、コミュ力がない人が有利になる。今はコミュ力の強高い人が有利な世界だけど、それをチャット GPT が代わりにやってくれるんで、えーとうん、有意者がなくなると言ってました。で、また今、えーと、お絵かき AI とか話題になってますよね。なんか人間そっくりな、はい、あの、写実的な。 あの動画とか写実的な動画って変ですけど本物のそっくりな動画とかなんかそういうのも出てきてはい、はい、まあアニメとかもでき,できるだろうから将来的には絵を描かな,描かなくてもよく絵を描きたいとも思わなく他人に伝えたいとも思わなくなるんじゃないかってことを言ってますうん <laughs> それ岡田さんが言ってるんですね <laughs> <laughs> そうこれは岡田さんの あれで、これって、えっ、ー、とー、なんだろう、積極的に使うっていうことですよね、AI を。うん。で、上田さんの本は、あのー、どっちかっていうと、AI に背を向けるっていう感じにと,とったんですね、私は。うん。<laughs> それで、まあ、私たちは AI とどういうふうに向き合ったらいいかっていうのを、 まあ、博士と皆さんとお話ししたいなと思って。丸さん、お願いします。いや。いや、でも、なんか、まあ、下手な、下手な人間というか。悩み相談とか、まあ、下手な人間より、なんか、こう、いいこと言ってくれそうな気しますね。うん。あの、メロさん、どうですか。 うーんなんか、わかんないですけど、そこまでいけるのかなっていう。なんかどこまでってどこまでそこまでってな,なんかその、AI の、AI さえいればみたいな状態。うん、心理カンセラーなんていらないみたいな状態までいけるのかなって。うんうん そうね、僕が思うのは、まあ、AI を、チャット GPT って最近出てきて大騒ぎしてるじゃないですか、世の中がね。はい、でもその、みんな大騒ぎしすぎなんですよね、あのメタバースとかと一緒で、あとは何、うん、うんとクラブハウスとか、あんなんと一緒で、うん、そんな大したことないからって、僕はいつも思う。うん、あの僕はもともと研究者だった頃、AI も使ってたんですよね。 あのでも、彼らが、AI がやってることって何かというと、単純にそのビッグデータ、でっかいいろんな言語データからあの検索をかけたりとか、あのパターン認識してるだけなんですよねで。彼らは別に何も考えてるわけじゃないんですよ、AI はね。考えてるわけじゃなくて、えー、っと例えばだろう、さっき言った、彼女にどんな話どんなふうに話しかけたらいいですかっていう質問をかけたとしたら、まあ、そういう問いを、その、 いろんな普通の人間がいっぱい書いてるところから抽出してきて多分一番その、うん、確率的にあまあ多いものとかあるいは信頼多く非リンクが払えてるそ,のその人が権威があると思われる文章を拾ってきてこう出してくるだけだと思うんですよね。誰かのの話が出てくるんんだと思うでですねなのでその、うん、彼らは 理解せずにそれを抽出して出ししててるだけだだと思うんですよだからまず人間いらなくなるってことはなくて人間がそれをもともとは書いてるんでまとめまとめてるってことですよね、はい。で、もしいらなくなるとしたら多分医者とかだと思う、弁護士とかはいらなくなるかも。それなんでかというとそっち側も科学的にその例えば、えー、とあるううまあ CT スキャンとか、えー、と肝臓の,のなんかデータとかを取り出してこの、この人ががん、こっち側の人ががんで、こっち側の人が,がんじゃないっていうパターンを認識しやすいんで。でも占い師とかになると、ね、独人的だと思ってて、何ていうかな、その人の持っている感性で答えてるというか、むしろデータなんかないとまで、まあ、それは言い過ぎかもしれないけど、その人の個性で決まってると僕は思うんで、AI、 じゃないところに魅力があるんだろうと思いますけどね。うん、で、まあ今そのチャット g p t 僕のそのチャット g p t って1個前が3.2で今が4なんですよね、確かね。もうすぐ5が出るかもしれない。うん、4.3とか出るかもしれないけど3.2、うんまあ、とかで僕使っててもまず正しい答えを出すってくることはないです。うん、あと4とかでも確かどっかで特集されてたけど えーとデーモンをくぐれてどういう人って聞いたら途中からプロレスラーになってくるんですよね。プロレスをやっていた何んだみたいな。<laughs> でもチャット GPT だけに聞いてるとしたらそれを検証する人は誰もいないというのはことになりますよね。だから、まあ、僕のが思うチャット GPT の立ち位置はグーグルの検索エンジンの別のバージョンでしかないっていう、うん、その後で何が正しいかを自分で判断しなくちゃいけないし。 あと、誰かがあのそうゆな、ゆっこりんだからなんか、婚活じゃない、夫婦の関係を良くする YouTube をやってる人がいるんですよね。まあ、それで検索すればできるんですけど、チャット GPT はすごいとか言ってて、えっと、夫とうまくいかなくなったらどうすればいいですかっていうふうに聞いたら、チャット GPT が、えっと、まずは冷静になってくださいと。えー、正しいあの判断をするためには、情報を集める必要がありますとか、いろいろ書いてあるんですけど、 それって何にも知らない人でも言えそうじゃんっていう僕は思ったんですよね。言ってることは全て、えっ、ー、と、なんだっけ、まずは冷静になってくる、いろんな情報を集めることが大事ですと。あ,のあなたの旦那さんは怒ってるかもしれないし、怒ってない可能性もありますみたいな、なんかいろいろ言っててすごいって言うんだけど、それ別に僕でも、僕,僕じゃなくても、なんだろうな、当たり障りのないことを言ってるだけに過ぎないっていう気がして、何がすごいのか全然分かんない。ですけどね。 だから知らない人が大騒ぎしてんじゃないやっぱり分、うん、知らない文系の人たちあのと、データ解析をしてる AI に直接関わっている人たちは、もうちょい冷静なんじゃないかと思っちゃうけど。あチャット GPT はそうかもしれないけど、AI 自体はなんかどんどん進化していって、えっと、なんかこの一番後ろの方につけたんですけど、あの、Google の社員が、 AI と向き合うか、背を向けるか、あの共に共存するかみたいなのであの、変わってきたっていう話があるんですけど。これはどこから取ってきたんですかこれはね、ツイッターです。ツイッターね、なるほど。それがもう現代的です、ね。<laughs> で、これ読んでいいですか、はい、あと分分だけだ,2分だけけどどはい <laughs>、はい 10年前、グーグル社員から衝撃的な話を聞きました。はい、彼が言うには、世界に先駆けて AI に仕事を奪われた人たち、それは他でもないグーグルで働く人たちだったというのです。どういうことか。はい、営業職のケース、例えばある時期から AI がデータベースと照合して、見込み客リストに営業担当者が電話をしたか、どんな提案内容か、文章データを分析、これらを AI がモニタリングするようになったそうです。 営業プロセスの一部は AI に出会いされるようになり、提案すれば成功しやす制約しやすい企業を社内ツールが半自動で教えてくれるようになったのだとか、とはいえ、当時この話を聞いたときは、営業の大変さを AI が緩和してくれるならいい話だと楽観していました。なぜなら、Google のような先進企業であっても、新規開拓営業は難しい仕事だからです。 ところが話はそう簡単で単純ではありません。AI に対する仕事のスタンフに応じて、社内では大きく3つのグループに分かれてきました。グループ1、まずは AI との競争を選んだとこ人たち。彼らはこんなツールには頼らない。何年間この仕事をやってきたと思ってるんだと、新しいテクノロジーに背を向けたそうです。二グループ2次、えー、次に AI との競争を回避した人たち。 彼らは決して AI にはできない仕事。例えば、一社に粘り強く食い込む仕事。担当者やキーマンの性格を把握して良好な関係性を築く。こういった仕事に自らを移行させていったそうです。グループさん、最後は AI との共存を望んだ人たち。こんな便利なツールがあるなら、頼ってしまおうと割り切って、さっさと新しいツールの使い方を学んでいったそうです。その後、 彼らはその後どうなったか。グループ1、AI に背を向けた人たちは Google では活躍できなくなり、淘汰されました。Google の社内でサバイブできたのは、グループ2、AI と競争、協会費。グループ3、AI との共存。これらを選んだ人たちだけ。ただし、2つの目のグループは慣れ親しんだ仕事から離れざるを得なかったという意味で、AI に仕事を奪われたとも言えるでしょう。 つまり、結果的にテクノロジーの恩恵を最も受容できたのは、感受、受容できたのは、3番目の AI、工助か、教授、教授できたのは、3番目の AI との共存を選んだ人たちだったのです。この話を聞いたとき、テクノロジーによる変化を積極的に取り入れて、自分の働き方を変えていくという、 自分の考え方が間違っていなかったと確信しました。なぜかというと、全然パッとしなかった僕のキャリアはテクノロジーと共存すると腹をくくったときから明らかに好転し始めてたからなのです。これは書籍ワークインテックユニコーン企業への招待っていう森山大老さんが書いた本ってことね。はい。 著書がなかったら都市伝説かなと思いましたけども、まずその、グーグルの社員って、みんな博士が思ってるんですよね、うん、それはあったのかな、分かんないけど、えー、であの、まずその、AI との競争を選んだ人たちが、グーグルが淘汰されたっていうけど、淘汰ってどういうこと、グ,グーグル辞めたってことですかね。辞めさせられたってことじゃないんですか。だとしたら、また別のことで大儲けしてるかもしれないですよね。うん で、えっ、ー、と、一社に粘りつき食い込む仕事、そういった人は自ら移行させていた。この辺がなんか、えっ、ー、と、現実には何が起こっているのか、起こっているのかよく分からないですよね。あ<ー>そういった仕事を自ら移行させていったそうです。これもよく分からない。あと、教材を選んだ人。うん、で、彼らは、グーグルでは活躍できなくなり、これが本当にそうなのかな、単純に辞めていったんじゃないかな、分からないけど。 それともそ,それと関係なかったかもしれないしこれ営業の話なんですかねこれ営業の話だと思います。単純にこのこういうモニタリングするツールだとしたらそれに背を向ける人っているのかな、うん、顧客レストに誰が担当に出ましたかってまあエクセルスプレッドシートとかと同じで単純に使えるデータは使うと思うんだけど背を向けるなんてありえるのかな、うん、なんか嘘くさいんですよね。 で、共存した人でこれを見た、これこの話を聞いた時ってあるけど、この森山さんは、このこの話を聞いたときに、いろいろ聞きたくならなかったんですかね。ツッコミでこれ満載な気がするんだよね。なるほど確信しました。うんうん、どうですか、メロンさん。なんかちょっとそもそもないですけこれ本の続きですかそれとも。 あのこの部分だけ、あの本の内容です。上はあの本じゃなくて、えーと、YouTube なんです、統計学の話は。ま、うん、あ、そうそう、うん、全然違う話だそうです。<然>松前さんとは違う話。あそうなんですね。うん。そうですよね、私は、あのなんかこの、Google ググに入るような人で。 2>, 2とか3以外の1の人なんて言えるのかなってちょっと。ですよね。何年間この仕事やってきたと思ってるんで、いや、Google が一番こういうことをする人 <laughs> そう思います何なら AI 作ってる人たちでしょ。なんか、まあ、まあこの人のにの失礼になっちゃうかもしれないけど嘘くさいというか。<laughs> <laughs> これを鵜呑みにする森山さん大丈夫と思っちゃうけど。森山さんが作ったのかもしれないですね。AI との企業を止した人たち。彼は決して AI にできない仕事と。うん、まあ、これはまああるかもね。まあでも AI ってそういうもんじゃないからな。<laughs> 単純にツールだもん。エクセルをわた僕は使わ,ず使わないみたいなもんですからね。昔で言えば。何、うん、だっけ、手書きで頑張るんだみたいな、なんだろう。あとドキュメントを使わずに。あの ドキュメントを使わずに自分で書くんだとか言ってる人たちですもんね。そんなことあるなんか古い会社だったらいそうですけどね、グーグルにはいなさそう,、ねそ,うね、そうですよね。昔の出版社だったらいそうだけど、うん、AI との共存、共存っていうほど大げさなもんでもないでしょ。ただのツールでしょなん。なんかどうだろう。こういうのを喜びそうな人たちがい,いそうっていうのはわかるけど。 なんかこう、現場の足で稼ぐ営業の人たちだったら、なんかわかるかなっていうか、グーグルで現場,現場の足で稼ぐ人たちはどういうことピンポーンみたいな、うちはいりませんからみたいな。なんかそういう人たちがなんか受け入れないっていうんだったらわかるんですよ。確かに グーグルストラップとか売ってんのかなだからその受け入れなかった人たちの人物像がちょっと見えにくいなって。じゃあそろそろ終わりにしますか。はい、すいません。どうもありがとうございました。うん、皆さん。いや,いや、すごい楽しい討論になりましたよ。<laughs> ありがとうございます。いや。じゃあそんなわけで今日終わりますか。一応録,録画は終わりますかね。すごく素晴らしいあの。いろいろその討論の内容としては面白かったけど。うん <laughs> あつまりその何だろうな。まあ、新しい技術とかを神様と思っちゃう人たちのなんか発言っぽく感じましたね。あま,まあ、本当は中身見たら本当は違うかもしれないけど。では、そういうわけで、さようなら。さようなら。と思いますね、レコーディング。はい。